よろぶあにあせよ、武田明子です。今日は505という表現を取り上げます。これは何々するとも何々だともというふうに肯定を強調する表現になります。例えばいいチェックピリオド괜찮아요、ねえ괜찮고말고요、この本借りてもいいですか、はい、もちろんいいですよ、그렇습니까、그렇고말고요、そうですか、もちろんそうです、주말에음악회갈까요、물론가고말고요、週末の音楽会行きますか、もちろん行きますよ、というふうに使います。また行くかどうしようか迷っているときは、갈까말까생각중이에요、行くかどうしようか考え中ですのような表現もあります。形は似ていますが、을까말까の方は迷っているときに使う表現になります。을까말까の他の例も挙げてみます。초날을걸까말까만서렸어요、電話をかけるかかけないか迷っています。그때는아직스무살이될까말까했어요、その時はまだ二十歳になるかならないかの時でした、のように使います。似ている表現ですが全く反対の意味になりますので確認してみてください。오늘은이상입니다。안녕히계세요。